B 級予想家です。今回は全プロ記念競輪の初日のですね、特別優秀競争10レース、11レース、12レースの予想をさせていただきます。 はい。まずですね、10レースなんですけれども、周回の並びといたしましては、このような形で考えておりまして、まあ、戦い方の想定なんですけれども、8番の新山選手の先行に対して、まくりで戦ってくるのが3番の軍司選手、6番の原田選手というふうに想定をしまして、あとですね、まあ、短期の1番の古城選手、4番の山田選手、7番の宿口選手は、あの、先手ラインに乗っての自在な組み立てというふうに想定をしております。 でえー、最終周回のですねまあ、展開の想定なんですけれども8番の新山選手の先行に対して、えー、6番のですね原田選手がもし位置が悪くなるようであればあの早めのですねかましの巻き返しっていうのがあるかなと思いましてその場合はもしかしたら新山選手はですねあの入れて3番手になるっていうような形でそこを再度叩き返していくっていうような形がですねもしかしたらあるかなというふうに想定をしてましてでこの後ろですね、えー、と1番の古障選手7番の宿口選手、まあ、4番の山田選手、まあこの辺 辺が結構ごちゃごちゃした形になる可能性っていうのもあるかなと思ってまして、まあ、そこを3番の郡司選手がまくってきてっていうような形でですね、4コーナー迎えてくるかなということで想定をしております。で、このレースですね、狙い目なんですけれども、本命3番の郡司選手にさせていただきまして、対抗にはですね、5番の成田選手が新山選手の番手からの抜け出しというところで、2、3着折り返しで3、5から1、4、8、9という組み合わせで考えさせていただきました。 続いて、11列なんですけれども、周回の並びといたしましては、このような形で考えておりまして、まあ、戦い方の想定としましては、7番の太田選手の先行に対して、まくりで戦ってくるのが6番の野原選手、9番の吉田選手というふうに想定しまして、4番の中川選手、5番の和田選手は短期となりましたので、後方からのですね、最後仕掛けというふうに想定をしております。で、最終周回のですね、まあ、展開の想定なんですけれども、7番のですね、まあ、太田選手の先行に対して、自力で抵抗していく、 というところでいくと、まあ、6番の野原選手が抵抗していけるかどうか、まあ、ここでですね、あの、足を消耗させられるかどうかというところが結構ポイントになるのかなというふうに思ってまして、まあ、そうするとまあ9番の吉田選手もこの展開になれば、まく、あ、りを打ってくるかと思いますし、5番の和田選手もこれを追っていって、で4番の中川選手もこれを追っていってというような形でですね、なるんじゃないかなというふうに想定をしております。 で、このレース狙い目なんですけれども、本命2番の松浦選手から、2着候補にはですね、あの、安定感優れた1番の佐藤慎太郎選手にさせていただきまして、2、3着折り返しで、2、1から3、4、5、7、9という組み合わせで考えさせていただきました。 続いて12レースなんですけれども、周回の並びといたしましては、このような形で考えておりまして、戦い方の想定としましては、7番のですね、清水選手の選考を想定しまして、2番の平原選手がまくで、4番の渡辺選手がまくで、3番のですね、浅井選手は、あの、先手ラインに乗っての自在戦というふうに想定をしております。 で最終周回のです、ねまあ、展開の想定なんですけども、7番のです、ね、清水選手は、まあ、かまし先行になるかなというふうに思いまして、まあ、その4番と位置的には3番の浅井選手を取りたいかなというところを思いまして、まあ、の2番の平原選手はまくってきてで、4番の渡辺選手はスピードを乗ったところをまくっていくのが得意な形になるので、そこをまくってきてという形で,です、ね、まあ、4コーナーちょっとごちゃごちゃした形にはなるのかなというふうに想定をしております。 このレース狙い目なんですけれども、本命をですね、9番の森沢選手にさせていただきまして、対抗にはですね、2番の平原選手、3番の浅井選手が最後突っ込んできての9293から12368という組み合わせで考えさせていただきました。9番森沢選手を本命にしたのがですね、6月圧戦がないというところで、あの、ここをですね、狙ってくるんじゃないかなというところで、本命にさせていただきました。今回の予想は以上となります。ご視聴いただきまして、ありがとうございます。